くるくるつけてくらしい。いろんな場所で使えるからいいなと思いました。皆さんこんにちは、こんばんは、てるまるのまるです。今回は IKEA で購入したものを紹介していきたいと思います。それではスタート。はい、ということで今回もまるおくんが夜勤のためこちらのピンマイクをつけております。で今回はIKEA にデスクチェアを見に行ったんですけど、私の予算と欲しいデザインと合うものがなかったのでデスクチェアの購入はやめたんですけど、それ以外で購入してきたものたちを紹介していきたいなと思います。でレシートがちょっと手元にないので値段の方は後から編集でつけていきたいと思います。それではまず一つ目、こちらですね。こちらのタオル、ちょっと小さめなんですけど今回こちらを買ってきました。今これのグレーの大きいの使ってるんですけど、バスタオルとかタオルは雑菌とかが増えるみたいで半年から1年ぐらいが消費期限って言われてるみたいなんですけど、我が家もねそろそろボロボロになってきたので買い替えようということで今回買ってきました。で大きさがこれぐらいですね。ちょっと小さめにはなるかなと思うんですけど、ここに引っ掛けれるところもあってこれでも十分拭けるんじゃないかなと思って今回はこちらにしてきました。これを4つ4人分買ってきました。安いので一気に買い替えるのにいいですよね。次定番商品になると思うんですけど IKEA のジップロック、いつも私はこのモノトーンのタイプを購入しております。小さいサイズと大きいサイズがあってすごい使い勝手がいいのでいつも IKEA に行ったらこちらを購入してます。では次、これはキッチンの食器棚のシートになるんですけど、これもねもう結構ボロボロになってきたのでそろそろ変えたいなと思ってこちらを購入してきました。でキッチン関係でこちらのフライパンとかをこう立てておけるんですけど、なんか開けたらこんな感じでくるくるつけてくらしい。はい、ということでこんな感じでできました。こちらをね購入してきました。伸び縮みする。あとはこれはニーニーがね欲しいって言って購入したんですけど、光る時計、デジタルですごい見やすそうな時計だったので購入してきました。あとは今回こちら買う予定じゃなかったんですけどデスク周りを見てた時に見つけていいなと思ったので購入しました。このね机とかにつけれるカップホルダーかな、ちょっと開けたいと思います。こうね机の厚さに変えてつけれるんですけど結構丈夫で、この辺のね机の上に置いてたらガチャンってやりそうなので机につけたいなと思います。でね、いろんな場所で使えるからいいなと思いました。ダイニングもテーブルにもよし、こういうねワークデスクのところにもよし。この木が、本当は白が良かったんですけどこの色と暗い色しかなくてこれ白で塗っちゃえばいいかみたいな感じで買いました。あと一つこちらですね、このカラフルな子供用のカトラリー、これはてるちゃんに買ってきてほしいって頼まれて購入してきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。